はい、どうも尾崎です。ですね、今日、今、あの、バイクのね、バッテリーをね、充電しようと思って、必死に、まあ、必死でもないんですけど、ちょっと時間があったので、僕、バイク格納してる小屋があるんですけど、そこを、やっぱり探してて、で、ねえな、と思ったんですよ。GB250 の。はい。こいつのバッテリーが、はい。ないなーって。はい。思ってたんです。これね、やらかしちゃいましたね、僕。はい。多分、バッテリー、この中に、あります。はい。なので、今から、取り外したいと、思います。はい。ですね、それで、なんで気がついたかっていうと、あの、まあ、拭き掃除、まあ、伏せて、これ、キーちょっとたまに回してみようかなと思って、キー回したら、こう、見ます？ランプついたんですよね。それで、あ、これやべえなと思って、はい。で、この GB250 なんですけど、まあ、こっち側がエアクリーナーなんですよ。で、反対側、はい。こっち側が、あの、バッテリーボックスなので、まあ、ちょっと作業できないので、一旦ちょっと動かしまーす。はい、それでちょっとだけね、バイクをずらしたいと思います。センタースタンドがついてるんで、結構、この辺はね、楽にいけるんですよ。はい、こんな感じで。はい。はい、隙間を作って、ここをね、緩めて。まあ、本来電動工具はね、良くないって言うんですけど、まあ、めんどくさいので、そこは電動工具でやっちゃいますね。まあ、気にされる方とかね、舐めちゃったら嫌だなっていう方とかは、やっぱり、はい。やめた方がいいのかなとは思いますけど、ここにね、よいしょ。ここにこうやってバッテリーボックスが入ってるわけです。はい。なので、まあ僕はもうこれもやっちゃいますね。やばい。よいしょ。はい。こんな感じで、外れました。よいしょ。あ、なんか、ビスが落ちました。はい。まあバッテリー、こんな感じで外して、はい。います。で、次に充電しようかなと思うので、まあ、充電器をね、用意したいと思います。よいしょ。はい、それでですね、はい、また充電していきたいと思います。はい、赤がプラス。まあ、黒が、マイナスなので、でね、繋いでいきます。はい。そうすると、また、こんな感じで、はい。オレンジのマークが、はい。充電中で、青というか、グリーンのランプが点滅したら、充電完了。いやー、あれですね。外すのを忘れておりました。はい、そんな感じで、はい、今日は、まあ、バッテリーを充電して、はい。そうです。もうね、乗りたいです。ね。なんで、冬なのに乗りたいかっていうと、まあ、あまりちょっとスキー行ったりとかも、まあ、ね、なかなかできないんですよ。雪が降ってないんで。本当にね、はい。外見ていただくとわかるんですけど、北海道のね、冬とは思えない感じで、はい、道路が出ております。ちょっとはね、雪あるんですけどね、路肩にね。ただね、じゃあ乗れんじゃねえかっていう人がたまにいるんですけど、乗れないですよね、寒くて。気温がもう、マイナス、
10度、15度の世界なので、バイクに乗ってると体感温度ね、多分えらい寒いと思うんですよ。まあ、暖かくして乗れば乗れないことはないのかなと思うんですけど、はい。まあ、よくね、冬、宗谷岬をね、目指して、はい、走ってる方とかもいるんですが、あまり、北海道で、北海道の方多分乗らないんじゃないかなと思いますね。はい、寒いです。はい。寒くて道路が出てて、やることがない。ので、まあ、ちょっと、暇な時にバッテリー全部充電しようかなと思って、あれバッテリーどこ置いたっけなと思って、見当たらなかったという。はい。それで、バイクの中にあったので、今充電していましたってやつでした。はい。なんかバッテリーね、あんまり上げない方が長持ちするっていうことなので、皆さんもね、冬場保管する間、まあ当然があってやってるんでしょうけど、やってないとか、あ、そんなの知らんかったよなんて方は、まあ、ちょっとやった方がいいかなと思います。はい。それでは、チャンネル登録、いいね。よろしくお願いします。